はい、始まりました。飛び白チャンネル。もう4月中旬となりまして、受粉作業、後輩ですね。もう、ほとんどの農家さんが、終わられたのかなと、思っております。というわけで、今回はちょっと役立つ農ライフといたしまして、受粉作業後輩が終わった後の花粉の扱いについて簡単にお話しさせていただきたいと思います。はい、受粉作業が、終わった後の、花粉の扱いなんですけど、はい、こういった感じでね、花粉がね余っちゃう方も、いるかと思います。この余った花粉なんですけど、皆さん、どうされてますかね。農家さんによってはね、全部使い切るという方や、はたまた、もう使い道ないから捨てちゃうよという方もね、もしかしたらいらっしゃるのかもしれないですけどね、それね、ちょっと待ってください。このね、余った花粉、こちらの方はね、大切にね保管しておきましょう。先ほど見ていただいたね、こういったね純花粉ですね、混ぜ物なしの赤松子やそういったねもので、混ぜてない純花粉、こちらの方はね冷凍保存が、可能です。このような感じでね、ジップロックみたいなね、密封性のある袋に入れて、冷凍保存することが、可能となっています。なのでね、こういったね、余った花粉というのは袋の中にね、入れていただいて、封をね、きっちり、閉めていただいてね、こういう形で、冷凍保存、していただければいいかなと思います。なぜ、冷凍保存するのかについてですが、翌年同じようにですね、つぼみを取って、花粉を、作る作業をするんですけど、年によっては、花の先が遅かったりとか花の状態が悪かったりっていうこともねなくもないので、そういったね、最悪なケースもありうるということで、今年作って余った花粉ですね、こちらの花粉をですね、冷凍保存して翌年使いましょうということですね。もちろんね、やっぱり冷凍保存してしまったら、その年に作った花粉よりかは、結実率という点で劣ってしまうんですが、全くね、結実しないというわけでもないので、こういったね形で、保存をすることによってね、翌年どんな場合でも、対応することができますので、しっかりね余ったのは使い切ったりねするのもいいんですが、少しだけでもね、保存しておくことをお勧めします。このね冷凍した花粉なんですけど、まあ翌年、普通に花が咲いてまた花粉が取れる状態であるのならば、この冷凍花粉は、増量剤としてね、使うことも可能です。翌年作った純花粉に、この冷凍保存を混ぜて、また受粉作業をすると、そうすることでね、翌年花粉を作る量も少なくて済みますので、そういった、有効活用もねできますんで、まだね花粉が残っててどうしようかなって迷ってる方は、こういった感じでね、冷凍保存してみてください。はい、というわけで、今回は、ちょっと役立つノーライフといたしまして、余った花粉の処理について、簡単にお話しさせていただきました。今回もご視聴ありがとうございました。